大乗大臣、藤原道長の長男。官位は、十一位、摂政、関白、大乗大臣、純三宮。不動町から若くして、五一条天皇の摂政を譲られ、その貢献を受ける。父の死後は、朝政の第一人者として、五須作天皇、五霊勢天皇の知性にて、関白を五十年の長きにわたって務め、不動町と共に、 藤原氏の前世時代を築いた。現代に残るその映画の象徴が、寄り道が増援した、平等院法王堂である。しかし、天皇の記載にした娘が、男子に恵まれなかったばかりか、トイの入校、平田達根の乱、前九年の役など戦乱が、相次ぐなど、朝廷の内外から、それまでの絶対的な権力体制を揺さぶられる、事態が生じた。 それに加えて、晩年には、寄りと、疎遠な御三条天皇が即位したこともあり、摂関家の建政は衰退へ向かい、やがて陰性と武士が対等する時代へと移ることになる。一条天皇の下で内乱左大臣として、調整を主導し、建政を振るった、不動朝には、左大臣皆本、正信の娘智子と安奈の変で失脚した、左大臣皆本、 孔明の娘、秋子の二人の室がいた。性質とみなされた、智子の子として寄り道と乗り道は、秋子の子の寄り胸、吉野村より昇進の面で優遇された。また姉妹らも、智子の子が公妃とされた。長徳四年度天上、長宝五年十二歳で内大臣、藤原金子への果敢により厳服し、寄り道と名乗り、生後一下に助せられる。 観光三年、十五歳にして、十三位に助せられ、苦行に劣した。累進して、昭和二年に、県大名言に任ぜられる。友平新王から、娘高姫女王を室にさせたいとの申し入れに、道長は、この高貴な姫と頼道の縁談を、男は、妻柄がらなりと言って喜んだ。美女で、文才もあった高姫は、頼道と仲睦つまじかったが、 子に恵まれなかった。一条天皇の後を継いだ三条天皇に対し、失明寸前の眼病を患った際にしきりと、東宮、厚平神皇への上位を迫っていたため確執を生んでいた父の道長は、天皇からも反発され上位に応じてもらえなかった。映画物語によると、道長を懐柔すべく、寄り道への王女古内親王の効果を申し出た。 天皇に道長は同意したが、高姫のみを愛する頼道はこの縁談を憂いた。これに対して、男子がなぜ一人の妻で泊まるのか。しかも子がないのだから、広く、京子を求めよと叱咤して、無理やりに縁組を敷いた、道長だったが、やがて頼道は、重病となってしまう。家事長服の結果、友平親王の怨霊が出たため、この結婚は沙やみになったという。 昭和5年、結局、道長の圧力に屈した三条天皇が、厚平新王に上位すると、外祖父の道長が摂政となった。翌朝和6年、寄り道は内大臣に累進すると、共に、父に代わって、摂政の宣言を受け藤原市長者も譲られた。この時わずか26歳であり、最年少の摂政だった。同年末には、大昭大臣に昇進しながら、 翌年には実した父は、前大城大臣として若い寄り道を貢献することで、後継体制を固めた。官任三年間白となり、治安元年に、左大臣に転じた。この間、後一条天皇に三女の一子を受代させ、中宮のとなし、また東宮、厚永親皇にも受代させた末女の騎士に、親父親皇が授かるなど、 父の道長による将来への不責は身を結びつつあった。官人3年に出家しただけで、依然として、実権を握り続ける道長には、寄り道もその意向に従って、むしろ大事には、その判断を仰いでいる。関白であっても、苦行らの前で、道長から罵倒されることもあったと言われる寄り道は、治安三年と、万十二年に不始末から父より一時間道の処分を、 受けている寄り道は、夕食古日に通じた東大の学識者だった、小野宮流の藤原佐根助に指示して、信仰を結び、道長への批判者だった。佐根助も寄り道には好意を持っていた。万十四年道長が皇居した。その半年後の長元元年に、関東で、平忠恒の乱が起こる。その鎮圧には三年を要し、 そのため主戦場の暴走地方がひどく荒廃した。この乱を鎮圧したのが、源の頼信のであり、これを契機に、清は源氏が関東に勢力を持ち、武士が本格的に、兵部隊に登場するようになる。道長亡き後、頼道は自立して、独自の権力確立に努め、長元二年には、大城大臣、藤原金子への皇居に伴い一座となる。 朝元九年、五一条天皇の崩御により、道母帝の御世作天皇が即位しても、引き続き天皇の外を子として、関白を務めた寄り道に、朝廷の建政は集中した。しかしながら、一家三立功を実現した道長と異なり、子女に恵まれぬ寄り道は、やむなく制裁。高姫の縁で、厚安新皇の娘の原子を養女として、 ご鈴作天皇に受代させて、中宮皇となした。ご鈴作天皇の日となった妹の騎士は、東宮に建てられた親父親王を産んですぐに死去していたこともあり、別に、高人親王を産んだ貞子内親王が皇后に建てられていた。頼道が巫子誕生を期待した原子は、王女を産んだのみで死去してしまった。弟ののり道も対抗して、 娘、育子を受代させるが、巫女を産むことはなかった。監督2年、病に倒れた、ご須作天皇から、親父親王の時代の東宮に臨まれた、高人親王とは、同調の彦ではあるものの藤原氏を外籍としない、親王であった。そこで、親父親王に男子が誕生した際に、皇位継承をめぐって紛糾するとの建前で、寄り道は東宮を建てるのは、時期尚早であると、 反対した。これに対し、寄り道とは、反りが合わない、異母帝の剣大納言吉信からの、高人新納の立大使を懸命な懇願を受けた、天皇は決意して、高人新納を東宮に作立するとの異名を残して、崩御した。告空して、親父新納の即位に伴い、異母東富宮の高人新納が、東宮に建てられた。だが寄り道は、 藤原氏との縁の薄い高人新郎には協力せず、英章5年に一人娘の広子を受代させ、皇后と梨巫子誕生に望みを繋いだが、ここでも巫子に恵まれることはなかった。平等院報道、英章6年、道の区国で全9年の役が勃発する。地方の世情が不安になる中、道長の後継として長年関白を務めた。 寄りの県政は、表面的には衰えず、御所の傍らに、巨大な、かやを造営し、英章7年3月28日、監督2年、天行3年に、昇園制リレーに着手するが、結果的には、検問用語作に終わる。公平4年、70歳になった寄りは、大乗大臣宣言を受け、人心を極めた。翌年には、 父の礼に習い大乗大臣を一年足らずで辞している。辞略三年には関白を辞して、純三宮を宣言された。公認の関白には、道母帝の乗り道が認じられた。同年十月、寄り道は、御霊勢天皇が、平等院に対して、不幸三百個を私入したのを機に、願い出た、平等院の荘園に、冬の剣を認めて、それらの土地に、 冬の剣を与える大乗官府を得て、勘士の見聞のもと4、至り傍事を行われ、立憲総合が行われた。だが、実際には平等院の荘園は9カ所すべてに適用され、その多くが、より道が長年かけて寄進してきた土地で、実質においては平等院の主であるより道の荘園の中でも最も重要な一軍であった。 自略4年3月、病に倒れた、五霊勢天皇の宝御と、長年礼遇してきた皇太子、高人新王の即位がもはや避けられないことが明らかになると、寄り道は、同月23日に、致死の上表を行い、28日には、先の9カ所の平等飲料省園に対する不入の、県の適用を求める申請を行った。 前者は4月16日に直居され、後者は3月29日に改めて9カ所の冬の県、不入の県を認める大乗官長の発給を受けた。そして、4月19日に五霊勢天皇が崩御すると、寄り道は宇治に併居した。五霊勢天皇が崩御すると、高人新郎が即位した。新帝は、藤原氏とは直接の血縁がなく、 三十五歳と、総年で二十五年の長い東宮時代を耐えた、天皇は、意欲的に、国家財政の改革に着手し、有名な延級の荘園生理令を出した。藤原氏ら検問の荘園も、審査の対象たるを逃れなかった。愚官省は、記録書が寄り道にも、文書提出を求めたとき、そんなものはないのですべて没収しても構わないと答え、寄り道の荘園のみ、 文書の提出を免除されたという話を伝えているが、実際には、寄り道の荘園も文書を提出したことや、その審査の過程で規定外の荘園が没収されたことなどが、孫の支柱の日記、五二条支通記に記されている。もっとも、寄り道の荘園の中核であった、平等飲料の9カ所については、全く手をつけることができなかった。古事談では、 天皇が監視を派遣して平等飲料の研修を行うように命じたことを知った寄り道は自ら監視を迎える準備をしていたものの、寄り道を恐れた監視が誰も氏におもむかなかったとされている。しかも、御三条天皇の視点においても、御霊勢天皇の崩御の直前に駆け込みで得たとはいえ、平等飲料の大乗官府、大乗官庁の効力を否定することは、 大乗官府、大乗官庁を、荘園の公言として扱い、これを持たない荘園を停配するとした、遠急園球の荘園整理令の方針に反するものであった。寄り道は、表面上は整理令を受け入れつつも、天皇に、自己の荘園の中核を認めさせたという点では、寄り道が、政治的には一矢報いる形となったのである。園球四年四月に出家した。同年十二月、 御三条天皇は在位四年で貞田人王皇に上位した。上皇となり神帝を貢献して陰性を意図していたとも言われるが、わずか半年ほどで翌年五月に崩御した。御三条天皇とは東宮時代から対立した寄道だが、剣手の創生を探索したという。若い頃は長者風の恩和な性格だった寄道だが、 長年権力を持ち続けると過微な生活を、この未建制に固執するようになったという。古事団によると、寄り道は、実施もロザネに石棺を伝えることを強く望んだが、寄り道の次の石棺の職は、寄り道に伝えるべきとの、道長の遺言を理由に、上等門院に拒絶され、やむを得ず、寄り道に譲った。この際、 次の節棺は諸種に伝えるよう関白となった、弟の乗り道に約束させたが、乗り道は一向に実行しようとしなかったため、自分は諸種が、職にあることを目にしなければ、命することができないと言ったところ、乗り道は、私の勝手で、できることではないと答え、寄り道はひどく恨んだという。延久6年、83歳で公居した。 石関政治の前世紀を共に担ってきた姉の上等門院、秋子、弟の利道も同年から翌年にかけて、相次いで皇居、白川天皇が上位した後に開始した院政の時代へと移っていく。より道は長年にわたり、権力者であった一方で、文化的にも指導的地位にあった。特に和歌に関しては自ら歌人であるともに、積極的に歌合わせの開催や、 歌集の編纂に取り組んだ。なお、来通作の和歌は、五周囲和歌集以下の直線和歌集に十四種がいる首、している。また、当時の例に漏れず、寄り道も、日記を書いていた。しかし、弟の乗り道、寄り胸の日記と、同じく散逸しており、現在に伝わっておらず、一部の実が、陰号テーブル行き、元厳部類、その太歴に、 宇治殿御祈、炎塾として一文が収められている。日付イコール旧歴なお、性質、高姫の実弟源、諸房を養子もしくは有志として、後にその子である、源本の歳房、人格兄弟をも養子にしている。また、弟、乗道の子である、進化を養子として、後に、自分の実子である忠綱をその養子とした。諸房と進化は、 実際に寄り道のもとで育てられている。さらに弟、寄り宗の子である俊家と、源の年方の子である、剣元を、それぞれの元福寺に養子としている。また、小浮期などによれば、妹の騎士を養女としたことが記されているが、これは、彼女が、東宮、厚間が新王のもとに受代した時に父親である、道長が、 すでに出家していたことをはばかったからであると言われている。ありがとうございます。